こんなに天気のいい日にみんなまるでうたた寝するように眠っていっちゃって、これ高島さん常識で説明できます？私はシンプルなんです。好きな人に好きって伝えてるだけですから。俺言っとくけど本当に小さいよ。ペンシルロケットだよ。もし世の中が元に戻ってあの人と顔を合わせることになったら確実に右フック食らうな。あ、俺たちが先にここにいたって言ってるだろ。それは違うって言ってるだろ。嘘っつってんだろ。世界中終わりなんですよきっと。お前浮気してる？は？こんな時にやめてよ。こんな時だから聞いてるんだよ。それならちゃんと言ってください。優香ちゃんを待ってるから。だから急いで戻ってきてくれってちゃんと言ってください。市役所の近くにカカシアンという蕎麦屋があるんです。同級生の店なんですけど、まずいんです。